ボールボーイからのボールを地面に叩きつけてブチ切れ、非難が殺到。2022年 J1 リーグ FC 東京戦、 2-0 で勝っている状況で時間をゆっくり使いたい権田はボールボーイからのボールをキャッチせず片手で叩きつけ、空気読めよと言わんばかりに怒りをあらわにした。勝つために少しでも時間を稼ぎたかったのか、この行動に対しては少年がかわいそう、こんな選手がワールドカップに出てほしくないなど非難が集中した。2022年 J1 リーグジュビロ磐田戦にて相手選手の胸ぐらを掴んで批判を浴びた。前半44分、コーナーキックのボールをキャッチし起き上がった直後、カウンターを阻止しようと正面に立ち下がったジュビロ磐田の森岡の胸ぐらを掴み、右手で押しのけてしまい、小競り合いに発展。ネットでは胸ぐらを掴むのは良くない、これは権田が悪いなどの声が上がった。2010年の J1 リーグで FC 東京は不調に陥っており、最終節を残した時点で15位と残留争いに巻き込まれていた。迎えた最終節、浦和レッズはヴィッセル神戸に勝利すれば FC 東京が残留できる状況で、浦和レッズは敗れてしまい FC 東京の降格が確定。権田は試合後に、神戸は 4-0 ですか、浦和に期待した僕がバカでしたと記者に対して話していたとして、ネットでは物議を醸した。ただこの発言に関しては後に真相が判明しており、記者に期待してましたかと聞かれ、浦和に期待するほどバカじゃないですよと発言したのをメディアににじ曲げられたらしい。